それでは続きまして、10月9日旗揚げ記念シリーズ後楽園ホール大会におきまして、バン TV 世界ヘビー級選手権試合3分10ラウンド1本勝負、挑戦者ダニー・ジョーンズ対第3代王者西村修、こちらの一戦が決定いたしましたので、こちらの記者会見を始めさせていただきます。まずは、チャレンジャーダニー・ジョーンズ選手、意気込みのコメントをお願いいたします。How do you think about for Bun TV World Heavyweight Championship? I'm extremely honored to be given the opportunity to go toe-to-toe with a veteran in Osamu Nishimura for the Bun TV title. And my thoughts are pretty simple, and that's I'm going to give him my all, and I'm taking the gold home to Wales. このBun TV World Heavyweight Championship に挑戦できること心から嬉しいです。そして西村修選手と対戦できシングルで対戦できることとても心から嬉しく思っています。このタイトルに勝ってこのバン TV のベルトを故郷であるイギリス・ウェールズに持って帰りたいと思っています。はい、ありがとうございました。それでは続きまして王者西村修選手、意気込みのコメントお願いいたします。はい、まあ本当に久しぶりにまたラウンド制をやるんですけどね、まあ散々私はドイツ、オーストリアで今までまあラウンド制ずっと経験してまいりましたけども、ラウンド制のねその難しいところっていうのはなんていうか今の経済界というかいろいろその社会の動きの中でゲームチェンジャーという言葉がある通りですね、一気にして1分間のインターバルで試合運びをまた変えてしまう可能性があるっていう部分で、じっくりその10分15分の試合、ね、15分20分の長丁場の試合はそれはそれで大変なその難しい試合なんですけどね、ラウンド制の難しさっていうのもね大変にあるんですね。でそのまたそういうものを通じて私が訴えたいそのクラシックなレスリングスタイルというものをまた今の現代の皆様に披露したかったという部分で、この試合にしかできないものを10月9日今の現代のプロレスファンの皆様にお見せしようと思っています。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。西村さん、ね、最近の防衛戦はバトルロイヤルというものが多かったわけですが、今回久しぶりにシングルマッチということで、西村さんの見せたいプロレスというものができるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、まあずっと、まあ、シングルっていうのはもう本当に一番わがままな自分しかいないもんですから、誰かを助けるとか裏切りがあったり友情があったりっていう部分ではないわけですよね。全部全ての自己責任のもとで試合を進めていくわけなんですけども、まあなんかまあだん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 なんか似たり寄ったりの全団体が試合運びがなんかそういう傾向がある中でですね、こういうまた珍しい対戦方法でラウンド制という部分で古き良きまたこういうものもプロレスなんだよというものをまた見せたかったということで、これで挑みたいと思います。であとはまあイギリスも95年オールスターレスリングプロモーションだとか、あとはまあまあ、そこで何試合かですね、ブライアン・ディクソンのところで何試合かやったり、あとはまあビリー・レイ・ジムずっとしばらくいましたけども、一番戦ったっていうのはまあね、トニー・セントクレアがいたり、そして、ロビー・ブルックサイドがいたり、まあ本当にねちっこいもう往年の名選手たちがいましたよね。で彼らの共通点というのは得意技がない、どんな対応でもできるというですね、だその部分そのいろんなその往年の名選手と戦ってきましたけど、もう彼がどういう見たことないんで戦法が、まあ、そういう部分で楽しみですよね、どういう戦法で戦ってくるのかっていうのは。はい、
ダニー選手はそのラウンド制の試合の経験っていうのはあるんですか？ How you play the game this time, three minute ten round game? Well, despite being from Britain and sort of this style being European back in the day, I'd never actually done a rounds match, but I've watched plenty. I grew up watching the likes of Robbie Brookside, Johnny Saint, Mick McManus, and you know, after all, I am British, and all I've ever been taught is, you know, how to wrestle. So what I want to say to Osamu Nishimura is don't underestimate me just because, you know, I am 21. I've only been doing this 5 years and I've never done a rounds match. But trust me, I'm going to bring my A game. この3分10ラウンド1本勝負という試合形式はイギリス、ヨーロッパのすごい伝統的な試合形式となっているので、この何て自分が、ウェールズで試合経験は5年ほど試合した経験があります。なので先ほど西村さんの 選手がおっしゃったような選手の試合をたくさんウェールズで見てきました。なのでこの試合はとても楽しみにしているので、楽しみにしているので、この試合がとても楽しみです。まあ、あとはね、私に大変その強力なその、ね、味方があるというか、味方がいるというか、それ何か分かります？場所なんですよ。文京区です。負けるわけにいきません。以上です。何選手、西村選手の印象は何だったんですか？ Well, you know, his fighting style, obviously he's perfected over a number of years compared to me. But the difference is because, you know, I'm a lot younger. I've got a lot more spring in me these days. And for an old timer, I'm ready to bring it. イギリスよりのウェールズで見てきた通り日本のプロレスのスタイルの中でもとてもクラシックで古典的で、かついろいろな技を繰り出せるプロフェッショナルな選手だと思っているので、彼と対戦することがとても楽しみです。今もう本当に手数足数頭から落とせばいいというような全体の流れですよね。飛んだり跳ねたり、もう本当にビデオゲームの試合みたいになってしまっている部分で、昔から比べると、ね、その肉体を駆使して、であまりその頭を使わないような動物的な試合になっていってしまっているんでしょうけど、昔のクラシックスタイルというのは、とにかくやっぱ頭を使いますよね。でどういう展開になるか分からないし、でそれでいて飛んだり跳ねたりするよりもさらに、ね、疲労的にも疲れるっていうね、まあ、そういう、もしかしたらだから、ね、そのだん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 ヨーロッパもアメリカのその流れによってどんどんやっぱり進化しちゃってますから、で逆にだから私が古き良き伝統のヨーロッパスタイルに巻き込んでしまおうかなという部分も楽しみておりますから、まあ、いい試合をやりたいと思います。お願いします。お願いします。